まあその憑依をね落とす歌い方やったらもう本当に日本の民謡みたいなけれんみのないっていうの、ああいう歌い方せんと無理やね。まあ内容に内容と真実味において美空ひばりさんみたいな歌い方も憑依を落とすケースはもちろんある。もちろん太い声でも憑依を落とすね、演歌のね人たち、男のね演歌の歌手、渋めって言われる渋い系の人たちね、要するにスター系じゃない人たち、演歌の男の人たちの歌憑依落とすよね。で、ただその飯島丸さんの歌い方は憑依落とす歌い方じゃなくて、あれはアングル系っていうべきやろな、あの歌い方はな。憑依落とさないわけじゃないけど、むしろつけるわけじゃないけど、むしろ落とすアングル系とかな、それが。まあ、幾何学的な歌い方をしはって、飯島丸さんはな。こういうふうな説明したらわかるやつやろ。じゃあ、そうじゃなくて、じゃあまあ、人間の思考をやると、まあ、幾何学っていうのを簡単に把握できる、幾何学的な使い方、むしろな。人間の思考をやるとめっちゃ幾何学的やで。その幾何的なものに代数を落とし込んでるの、実は。それが人間の基本的な思考回路。文系でもそんな思考回路ね、実は。その幾何に代入しか、比喩やけどな。幾何に代入する数式。まあ、数式を代数言うんだけどな。まあまあ、幾何図形に数式を代入すると思ってみなさい。何を代入するか大事だし、まあ、幾何学も大事。な。その幾何学的な歌い方を飯島丸さんのさった。さあ、そこにどんな代数を代入しますか。その代入は比喩的な意味で代入やけどな。問題やろ。そこになんか、ゴモゴモモゴモゴしたもん入れたら、表意をむしろ守ってしまうわけね。でそれで戦争を防げるかって防がれへんね。実は戦争ってトーテム主義。要するに、例えば、プロ野球とかね、J リーグとか、トーテム主義でしょ。トーテム動物がおるでしょ。神獣ってやつね。そう、だから、動物霊が人間の思考回路の中に入ったら、むしろ戦争になるね。な。で、それは、猿が入ったら嘘騙しが増える。で猿がじゃあ嘘や騙しによってそれ以外のとても動物たちの戦争を防げますかって。防がれへん。ロスチャイルドがフリーメイソン諸侯たちの戦争を防げましたか。むしろ煽ったやろ。戦争の結果が金になると分かったらな。でしょ。だからで結局猿みたいな声で戦争をやめろって言うと無理やねん。もう止まるわけないねん、そんなもん。な。金でしつけてたから止まって。猿の声では戦争止まらへんねん、実は。猿の声で金を使って猿の声でしつけてた。さあ、最後の日。金です。金をちらつかせ。もう戦争やめろって言っても、なんか主戦の方が言っとるわって。もうなっちゃうねん、そこまで流れたら。なんとか戦争の原因を排除せなあかんねん。猿が戦争嫌やったら。つまり武器は作らせない。どんだけ儲かっても。でも、いかなるハイテク部品も簡単に武器にできるわけやから。人類がずっと作ってきた、大昔から作ってきたものはそれぞれその時代のハイテクだった。それすべて武器に使えた。じゃあ部品作るな、やったら。じゃあ製品できませんけどって。第一、部品作るなんてどういう意味ですか？製品ありきなのに、部品という用語は。だから、ここで猿困っちゃうね。この程度の知性やねんで、猿って。じゃあ、ここで歌いましょうとかって。は？はって。猿以外の獣も首かしげんねん。ここで何で歌うのかなとか、何やねんとかって。なんか星野源とか、何を狙ったのか知らんけど。最後だからもうなんか魔王と化けるしかないね、星野源は。ほんとにのび太にそっくりっていうね、なんかドラえもんで、まあ、テンパって行き詰まったら魔王とかす、のび太とドラえもんも最後テンパったら魔王とかすやろ。のび太とドラえもん最後テンパったらおおってあれやあれやって子供たち大受けする。まあ、それはとにかく、そのために面白いやろけど、それでも空爆はやはりあるとか、フリーメイソン容赦なく日の雨、あれ。って、それを外国がこうやって見て笑おう、つか、
の SNS で日本人が克明にみんな報告してるくれるかさみたいなやるとやると最後になるやろなんでやね日本みたいな唐突に相手にいてそれ理由かなんやねん尊い僕ちゃん相手にみたいな理由かそれ君たちの衆うちでもそんなに言われてへんやろそんな理由にはしてへんやろちゃんと待ってねしか今度説明しとるやろだからやばいねんでっていう言い方してるやろ尊いうんぬんちゃうやんマトリョーシカがなんか尊いんですかマトリョーシカ人形高いけど手が込んでるからそれとはまた別やんマトリョーシカ人形っていうの比喩やん映画マトリックスその説明でいいんかじゃあ男子やからあかんねんな女性やマトリョーシカはなんかマトリョーシカって言葉使ってんのなじゃあどういうことなんですかって言ったらじゃあ映画マトリックスを見てって説明するしかないけどで甘さの中に映画マトリックスのみたいなあんな重層構造があるんですかってうんあんねん死んだら思い出すわみんな死んだら思い出すねそうやったってだから尊ないやろこんな話ねいや結局ねその憑依落とした次元流でターンって切れ目なんか見てダーンってな憑依落ちるかもしれんけどまださっきまでやってたこと続けてるやろ例えば人類にとって切れ目のない声がそれかって今たまたま一瞬やんそんな瞬時のそんな時にいろいろ整えてからやってるんやないから説明のあやですよね説明のタエですよって言ったタエさんが出てくるのかそんなギャグはいいねんやろ今いいやろ今そんなギャグに付き合ってる場合じゃないやろあんたら本当はなだから芋がねポテトねまあ日本は里芋さつまいもじゃがいもと揃ってる時代を経てメンツが揃ってきてるもう実は芋に困らへんねんで人間にとって哺乳類どころかちゃう人間にとって最適な炭水化物は芋類やねん。それわかるやろ太らへんし、体にもいいし、栄養あるし。な程よく元気どころか、そのずーっと元気やねん。ちょっと食べたら。米みたいに、パンみたいに食べてすぐ元気なくなったりせえへんねん。食べた後、動かれへんって、なれへんねん、芋は。な穀物食べた後な、米とかパンとか食べて、しっかり食べたら動かれへんやろ。あれおかしいねんで。芋は食べてもすぐ動けるししかも長持ちするの一個ちょっと食べたらなそれは人類にぴったりな炭水化物は芋っていうのにでもうついに芋に困らん時代になったのにまだ穀物食べてるやろ米とかパンとかな人間本来の炭水化物は芋類やから芋類しっかり食べたら憑依めっちゃ落ちんねん鹿児島はそれよう分かっとったから芋が豊富やしお酒まで芋で作ってるやんじゃあ人類本来の目パッチリした標的をふっと見てふっね運動神経目の美しさ保ったやろ鹿児島は先住民系の方も鹿児島はやたら保ったでしょで炭水化物と一緒に食べるそのタンパク質魚メインやなどんだけ健康鹿児島じゃあ人類本来の遺伝子保ててこんな感じやねん実はな分かった?で、海のもの、海藻は結局、陸の野菜とか、まあ、根菜も含めての、陸の植物よりも、ヒゲをやっぱり薄くする。代わりに、毛は黒くする。うれしくくれ。ヒゲ薄なんね、海のものは。昆布、わかめでもな。でも、髪の毛は濃くする。なんだかそういう進化が遂げてきたから、そういう風に代謝しちゃうね。人類遺伝子が。海藻は海に浸かってるからもうどうせ生やしてもすぐ発酵水するのすぐ白になるし冷えなんか発達せえへんから髪の毛はそんなしょっちゅう浸からんからで弱髪とかだからそうねってな選択的代謝するからねねこんだけ説明しても海のもんなかなか取らないで穀物いつまでも食べるパンいつまでも食べる
食べたら太って飛ばんと痩せへんみたいな、飛ばんと病気になるみたいな、それほんまに主食ですかな。そこんだけ言うとも分かっても穀物のこと怪しいと思わへん。まだツンツンドレに表示されてんの。聞こえる外でスズメの声かな。怖いな怖いなって、こんなんで怯えてるよな、アスカ。スズメが怖いとか言って、だってご飯とかパンとか食べさせるんだもの。表示されてんね、当たり前。ね、こんな落とし方もあるけどな。芋食べたらええやん、それより。ポテトチップスぐらい簡単に買えるでしょ、もう、今の時代。ね、お米パン食べてもいいよ。でもポテトチップスも食べて、その代わり油料理減らしてくれたらいいだけやん。な、変えられへんねやろ。まあ、かなり表面落ちたと思うで、この話で。それでも食生活変えられへんっていうのを、さっき一個前の動画で説明したかな。それは、次元流で歌を、次元流風の歌でバーンって歌っても、表面落ちても、もう戦争開幕ちゃうわ。開戦してたら、なかなかやめられへんよって話してんね。それが、頭脳、知能の特徴やんか。な、歌って、俺たち、ダメなことしたって思うのは、まあ、ひょっとしたら動物霊かもしれない。確かに動物霊を歌でそうやって落としたと、動物霊が落ちた後の人間が、あれ何やったんだって、おいとか作戦中だ、あ犬ぶりするんだ、すいません。どうすんねん。表情落としても意味ないの歌で。な、これをずっとずっと毎回この時期に警告してたんちゃうの。また今回もこの警告やな。な、なんかそのシャレで戦争なんか終わらんし、歌で戦争も終わりません。で、前もって歌えって。ジョン・レノン前もって歌ったけど、その後も戦争やったわけだよ。もっとすげえ歌手が、誰やねん、俺だーとかやってんのか。ジョン・レノンと同じ時代によって比べてみよう、ほんだら。知らんけど。な、例えばな。そうなんかもしれん。な。だその言うたもん勝ちやもん、そんな。な、さっきに歌ったもん勝ちやん。ジョン・レノンのスタイル。ジョン・レノン一番最初にやって暗殺されてやんの。だからどうやねん。だからなんなんだ。歌がなんやねん、ほんで。